皆さんこんにちは。グダグダネイルスタジオあわチャンネルのあわちゃんです。今日は描かずに作る朝顔ネイルということで、ホログラムを組み合わせて朝顔ネイルを作る方法をお伝えしたいと思います。この動画で一緒に学べることは、大きなホログラムの埋め方も学ぶことができますので、ぜひ最後まで見ていってくださいね。それでは早速作っていきましょう。グダグダネイルスタジオあわチャンネル。じゃあ今日使う道具はここら辺です。適当。はい、詳しくはね、説明欄の方に書いておりますので、そちらの方も合わせてチェックしてください。ではね、早速作っていきます。それでは今日はこちらの2つのホログラムを使って、描かずに作れる朝顔ネイルをね、一緒に作っていきたいと思います。これはね、なんていうのかな、五枚花のお花の形のホログラムなんですけど、結構ね、いろんな色が入っていて可愛いですね。で、これはちょっと立体感がある星のホログラムです。普通ホログラムだと平たいものが主流になっていると思うんですけど、これはわかるかな、このように少しカットが入っているので、ちょっとね、立体感を出すことができる少し面白いホログラムになっています。今回はね、こちらの2つを使って描かずに朝顔を作っていきたいと思います。ではまずここにベースジェルを塗ります。で、今回ですね、あわちゃんは実際に使う爪ではなく、飾る用の爪を作っていくので、ベースジェル実は塗らなくてもいいんですけど、なんか工程的に塗った方が見栄えがいいような気がするから塗っておきます。で、もちろん地爪にジェルネイルをする場合はベースジェルね、塗っておくようにしてくださいね。はい、それではこちらで硬化しましょう。クリアだとベースの色が寂しいかなと思うので、少し下地に色をつけていきたいと思います。キラピカマグネットジェルのシルバーと、ラグジュアリージェルのブルー、こちらを少しパレットに出しておきます。そんなにたくさん使わないので、このくらいの量で OK です。ではこのベースジェルが塗れた爪に、まず下地のカラージェルを塗っていきます。ではまずキラピカマグネットジェルのシルバーを中心から外側に向かって消えていくような感じで塗ってあげます。少量を塗りながら、こうぼかす、叩きながらぼかすような感じですかね。で、塗ってあげるとうまくいくと思います。はい、いい感じに塗れたので、マグネットで模様をつけておきましょう。どんな模様にしようかな。ちょっと直線を入れるような感じでもいいし、立体感を出すような感じがいいかな。よし、いい感じに模様が入りました。それではね、ここで一度硬化させます。この時の硬化は仮硬化で OK です。そしたら次に、このラグジュアリージェルのブルーですね、これ上から重ねて少し青をね、足してあげましょう。そんなにたくさん入れず、ちょっと薄く入れていくような感じがいいかな。うん、いい感じです。それでは再び仮硬化してください。では続いて、こちらのビジュージェルを用意してください。このビジュージェルっていうのは、こういう大きな石をつけたりするときに使うジェルかと思いがちなんですが、意外とね、このホログラムを止めたりするとき、固定したりするときにも使える万能ジェルになっています。今日はこのね、ビジュージェルでホログラムを止めていきたいと思います。では今回ですね、この真ん中の方に朝顔を2つ作っていきたいと思うので、この真ん中あたりにですね、ビジュージェルを塗ってください。全体に塗らなくても、だいたいホログラムが来るのかなぐらいのあたりで OK です。ホログラムネイルを失敗してしまう方の原因の一つとして、ホログラムを止める時のジェルが柔らかいっていうことがあるんですね。柔らかいジェルでこのような大きなホログラムを乗せようとすると、ホログラム自体の重みで動いてしまうんですね。なので今回のようにちょっと大きなホログラムを乗せる場合は、ビジュージェルなどの少しもっちりしたジェルを使っていただくと非常にうまくいきます。よし、それではここら辺かな、ちょっと下に敷いた青がね、見えるかな見えないかなぐらいで固定してあげましょう。こんな感じですね。それではこちらで一度固めます。はい、そしたらですね、この上にもう一度ビジュージェルを塗ってください。で、ビジュージェルを塗るのは、この今から
朝顔のなんていうのかな、お花の模様をつけるので、このお花の形のホログラムのところだけにジェルを塗ってあげたら OK です。こんな形ですね。でこのお花の上にのせる美獣ジェルは気持ち多めにしてください。なぜかというと、この次に使うこの星のホログラムっていうのは立体感がある分裏側っていうのがへこんでいます。でへこんでいるホログラムのをのせるときにジェルの量が少ないと空気が入ってしまって剥がれてしまったり綺麗にのせれなかったりするので、その隙間を埋めるための役割で美獣ジェルを少し多く塗りました。それでは今からここにこの星のホログラムをつけていきます。これね、表と裏があるんですけど、ぷっくりしてる方を今回は表にします。よし、じゃあ筆でひょいっと拾ってポコッと乗せてあげましょう。でこの時ね、適当に配置するのではなく、お花のへこんでいる部分ありますよね。ここへこんでいる部分、このへこんでいる部分と星の頂点を合わせてください。こんな感じかな。わあ、すごい朝顔になりました。そうなんです、この朝顔って真ん中に線をね描かないといけないんですけど、この線を描くっていうのがねすごい難しいんですが、この星のホログラムを使うとお花のへこんでいるところとこの星の出っ張りを合わせていただくだけで朝顔になってしまうんですよね。素晴らしい。お、見て、ほら朝顔2つできました。やったね、すごい簡単。どうでしょうか、これだと全然描く必要がないのでジェルネイル慣れていない方とかでもできそうではないですか。よし、じゃあそれではこちらでね硬化しましょう。はい、硬化できました。これでホログラムがね固まった状態です。であとここにビルダージェルっていうクリアのジェルとベースジェルをつけて完成でもいいんですが、ちょっと寂しいなという場合はこの朝顔の空いてる部分ですね、反対側空いてますよね、このところに少しラメなど足していただいても可愛いと思います。では再び美獣ジェルを少し取り、ここら辺かな、ここにね乗せてあげます。こんな感じですね。ではこの美獣ジェルの部分にとても使いやすいラメというラメをちょっとポンポンと入れてあげましょう。少しねこのキラキラを入れてあげるだけでだいぶバランスも良くなりますし、全体がね華やかになってくれるので、キラキラネイルが好きな方はねちょっとラメを入れてみてください。おー、可愛くできましたね、いい感じです。それではこちらでホログラムをね固定してしまいましょう。それでは続いてこちらのビルダージェルですね、これで全体をきれいに埋め込んでいきましょう。ではまず全体にこのビルダージェルを薄く塗っていきます。でホログラムのね隙間の部分が少しポコポコしていて空気が入りやすいので、この大きなホログラムの隙間はまずビルダージェルで埋めておいてくださいね、ちょんちょんと。でこの大きなホログラムの隙間が埋まったら全体にビルダージェルを塗っていきます。最初はねまず薄めに塗ってくださいね。はい、薄く全体塗れたら少し多めにジェルを取っていただいて、ポチョンとこのホログラム周辺に一滴垂らします。垂らしたらこのホログラム周辺のジェルを伸ばしていってホロをしっかり埋め込んでください。この時この特にこのサイドの部分ですねが出っ張っているとホログラムが取れてしまうので、なるべくしっかりと埋め込むようにしてください。それではしっかり埋め込めたらこちらでね完全に一旦硬化させたいと思います。はい、硬化できました。それでは最後ねトップジェル塗っていきましょう。トップジェルは最後に光沢を出すための役割というイメージで塗ってもらった方がうまくいくので、さっと一塗りしてあげてください。でトップジェルの塗り方も一緒で、まずは全体に薄く塗っていきます。はい、このような感じでして、少しまだ角が出ているなとか飛び出しそうだなと、そういう場合はここでトップジェルも一滴垂らしてあげるとより綺麗に埋め込むことができます。この工程はビルダージェルでしっかり埋め込めているかどうかでね調整をしてください。それではこちらで最後は30秒完全に硬化します。はい、完成しました。よいしょ、ちょっと剥がしてみましょう。透明感のあふれる簡単朝顔ネイルの完成です。
朝顔って結構描くのはね難しいと思っていらっしゃる方も多いと思うんですけど、このようにホログラムを組み合わせるだけで簡単に作れてしまいます。今回のネイルのポイントはホログラムの乗せ方ですね。このお花のへこんでいる部分と星の尖った部分を合わせるっていうのと、あとはねしっかりホログラムの引っかかりがないように埋め込んでいただく、こちらの2つのポイントを守ってもらえればとてもね簡単に朝顔ネイルを作ることができると思うので挑戦してみてください。それではね今日も最後まであーチャンネルをご覧くださりどうもありがとうございました。今日はね1本だけのネイルのご紹介ということでミニサイズ動画だったんですが、いかがでしたでしょうか。あーチャンネルではこれからもたくさん可愛いネイルアートを簡単にできる方法をご紹介していくので、ぜひチャンネル登録をして次回のネイル動画を楽しみにしていてくださいね。それでは皆さんまた次回のあーチャンネルでお会いしましょう。またねー。グダグダネイルスタジオあーチャンネルではセルフネイルさん向けのブログを更新しています。ネイルアートやちょっとしたネイルの小ネタなどなどたくさんの記事を公開しているので、こちらの方にもぜひぜひアクセスしてみてくださいね。